こんにちは、ひろゆきジェットです。今日はね、東九州自動車道、宇佐インターからね、別府方面にちょっと走行動画を撮りたくて乗っております。北九州の方面から、下で宇佐まで行きまして、ここからですね、高速道路東九州来月号自動車道に乗っていきたいと思います。合流です。すぐにねトンネルがありますからね。院外町というところに今入りましたね。こうしたトンネル、マフラーを変えまして、若干サウンドが変わっております。重低音がねちょっとかなり響きますけどね、13年ぶりのマフラー交換。今速度は80キロで進んでいっています。はい、トンネルを抜けますとインターチェンジが見えるんですけど、ここのインターは、下り線は、大分方面ですね。今向こうから向かってる、こっちはもう入るだけのインターで、大分方面から来た方はここで降りれるんですけど、逆が上り線の上がり口と下り線の降り口はないインターですね。ここを通過します。次のインターがね、アジムインター。今さっきのところが院内インターというところで、次がアジムインターで、そこで降りてちょっと下をねまた走っていきたいなと思ってます。あと4キロ、もう少しですね。なかなかねこの辺下道でもなんか石橋があったり、結構見応えのあるスポットは結構あるんでね、下の方も走ってやりしたら楽しかったりするかもしれません。はい、この安治牟町っていうのは、宇佐市安治牟町はすっぽんとかが有名なんですかね。すっぽんの絵が描いてますもんね。ちょっと雲行きが悪くて結構たまにちょっと水滴がつくんですよね。やっぱ雨が若干降ったりするかもしれないね。早く北九州方面に帰りたいぐらいなんだけど、もうせっかく乗ったからね。あとアジムインターは2キロ。アジムインターをね、降りております。ここからちょっと下をね走りたいと思います。平山温先生にね、バイク、マフラーのね位置を調整してもらいまして、ちょっと試走行も今日兼ねてますね。オイル交換もしまして、キャブもねファンネルに変えたので、なんかちょっと様子見の走りでもありますけどね。とても調子良さそうには見えますけど、調子いいと思います。ちょっとこれ ETC ゲート、なんで俺はついてねえんだろう、こんなに。
壊れんな。まあ、しゃあないけどね。すいません、あの ETC あの下に入ってるんですよ。はい。だけここ抜けないんで。取りますけど、うん、あの駐車場、左の駐車場に行かれてください。はいはい、はい、ETC をね、またあのシート下から出して、あ、5分ぐらいかかったね。何のための ETC か分かんないね。でもこんなん言ってもダメだけどね。もうね、その整備せんといかんでしょうからね、ETC もね。はい、今アジムウィンターから降りてきまして、これ反感やけど反応するんかな。あ、反応したね。車でないと反応しないね、これね。なかなか反応しにくいんかな。はい、アジムのね、市街地の方に、市街地というかね、町の方に行ってるんですよね。はい、もう街の方に、ここね、交差点結構面白いんですよね。こうぐるっと回ってね、行く交差点があるんですけどね、もう間もなくにありまして、信号機のない交差点というか、うん、譲り合い交差点ですね。確か曲がりたい方にウインカーを出して、まあだから、左回りで、行く交差点なんですね。まあこれこうぐるぐる回れるのかな。まあ、こっちから来たから、まあもうすぐ回った。ああいう風にバイクが今行ってますけど、こうですね。もう僕はすぐ回るんですけど、こんな風にぐるっと回れる交差点です。八幡東区にも同じのがありますけどね。はい、この別府の方面に500号線で行ってみましょうか。でこの右側に曲がっていくと由布院方面にも行けますからね。由布院意外に近いんですよ、ここから。行ってみましょう。まっすぐ行きましょう。嬉しいことでした。